どうも菊之進です。今日は返事がないと不安になる既読スルーの7つの心理をお話します。好きな人や友達を含め気になる相手から返事が来ないと不安になりますよね。既読はついているのに、私何か変なこと送ったかな、嫌われたかなと考えすぎてネガティブになることもあるでしょう。一体なぜ相手から返事が来ないのでしょうか。理由が分かれば心が楽になります。そこで今回は既読スルーをする相手の心理を考えられるだけご紹介します。動画の後半では対処法もお伝えしますので、気になる方はぜひチェックしてくださいね。相手から返事が来なくて落ち着かないという人におすすめです。それではどうぞ。1番目です。既読スルーの7つの心理。まず1つ目です。返信を返す余裕がない。単純に返信する隙がないほど忙しくて返せない状況かもしれません。例えば仕事中、取引先数件に電話しないといけないのに、上司から新しい仕事を振られていっぱいいっぱい、接客もあるし事務作業もあるし、会議の発表資料も作らなきゃいけない、お昼ご飯もゆっくり食べられない、そんな状況下では既読をつけるのが精一杯で返事を返すのも難しいはずです。もちろん仕事に限りません。相手が家事や育児に追われているという場合もあります。部屋の掃除をしながら洗濯もして、料理を作りながら子供の面倒も見ていたら、それだけでいっぱいいっぱいです。さらに何かしらの悩み事を抱えていたり、精神的にも疲労が溜まっていたら返事を返す気力もないでしょう。心に余裕がない人は未読のままでは申し訳ないので、とりあえずメッセージは見たよという意味を込めて既読をつけます。そうは言っても LINE の返信なんて1分ぐらいでできるでしょと思う人もいると思います。確かにそうですね。普通に考えたらどんなに忙しくても1分ぐらいなら時間を作れるでしょう。しかし脳科学の観点からは、それができない人の方が多いということも分かっているんです。いくつもの事柄を同時に進めながら器用に LINE の返信も返す、異なることを同時にこなすことをマルチタスクというのですが、これが得意な人は生まれながらにして決まっています。数としては非常に少なくて 10% 未満です。なのでもし相手が忙しい人であるならば、これは仕方がないこと、きっと返信ができないほど頑張っているのだと思うようにしましょう。続いて2つ目です。後で返そうと思い忘れていた。返信を忘れるって本当にあるの？と思われる人も多いようですが、これ意外と多いんです。内容を見て緊急の要件じゃなかった場合、後で返そうと思ってそのまま忘れてしまうケースはよくあります。後で返事をしようと思っているうちに仕事や用事が重なってしまえばなおのことです。 LINE は未読の状態ならトーク一覧の上の部分に通知が出ますが、一度既読になるとその表示は消えてしまいますよね。そうなると古いトークは他の人からの新着メッセージに押されて目立たなくなります。相手が交友関係の多い人であれば、うっかり返事を返し忘れてしまうこともなきにしもあらずです。3つ目です。時間があるときにゆっくり返したい。とりあえず既読はつけるけれど、返信は後で時間に余裕があるときにゆっくりとしようと考える人も少なくありません。普段から口下手な人や自分の気持ちを文章にするのが苦手な人、でも真面目な人というのは時間をかけて丁寧に返信する傾向があります。このタイプは最初に既読をつけてから一定時間置くことで、徐々に頭の中が整理されて伝えたいことが浮かんでくるんです。あなたのことを大切に思っているからこそ、中途半端なものを送らずに時間をかけようとします。言葉を選ぶ真面目な姿勢は真摯に向き合ってくれている証拠だと思いましょう。4つ目です。返事に悩んでいる。送られてきた内容が返信しづらいものであった場合、既読をつけて一旦寝かせるという人も多いです。どう返事をしたらいいのかわからない、返信に困る、返信しづらい内容には次のようなものが挙げられます。1. 簡単には返せそうにない長文のメッセージ。 2. プライベートを詮索する質問。 3. 仕事の愚痴や誰かの悪口。 4. 自分語りや近況報告。受け取った相手は返事を返すのに時間がかかるでしょう。 LINE は便利でお手軽に使えるアプリだからこそ、送る内容も分かりやすくて簡単な方が好まれます。少し重たい内容や相手が嫌がるかもしれない質問は、実際に会った時に様子を伺いながら切り出すのが無難です。5つ目です。面倒くさがりの性格。簡単な内容なのに返信が数日後から1週間かかるという極度の面倒くさがり屋な人もいます。彼らには次の3つの心理が働きます。 1. 言葉にしなくても分かってほしい。 2. 会った時に話せばいい。 3. 人に縛られたくない。このタイプの人は仲のいい相手であっても返事をあまり返しません。基本みんなに同じような対応をします。なので返事が遅すぎて心配な場合は、共通の友人に話を聞いてみるのもいいでしょう。あなたが特段嫌われているということはないはずです。
めんどくさがり屋な人にとって LINE の返信はプレッシャーです。返信しないといけないという思いを持たせてしまうとあなた自身を面倒な人に思うかもしれませんので、あまり考えすぎずそういう人だと割り切って付き合いましょう。6つ目です。恋の駆け引き。既読スルーは恋の駆け引きに使えるテクニックの一つとして女性向けのメディアでもよく取り上げられています。最近では女性に限らず男性もこのテクニックを使います。簡単に言ってしまうと、わざと返事をじらすことで相手にやきもきさせるというテクニックです。心を揺さぶられた人は相手のことを考える時間が多くなり、その気持ちは好意に変化しやすいと言われているんです。返事が来なくてそわそわしている自分はもしかしたら相手のことが好きなんじゃないかという気づきになったり、なかなか振り向いてくれない相手に逆に燃えるということもあります。逃げられたら追いかけたくなるという狩猟本能です。普段はまめに連絡をくれていたのに、いい感じだったのに突然返事が遅くなったという場合は恋の駆け引きかもしれません。ただしこのテクニックは押してたまに引くからこそ成り立ちます。全く押されてもないのに返事が遅かったり、数日以上連絡がない場合は違う理由になるでしょう。7つ目です。返事を返したくない。既読無視をされて1週間以上も返信がない場合や、最初の頃に比べて返信が遅いことが続く場合、また返事が来てもそっけないものが多い場合、相手の気持ちはあなたから離れてしまっている可能性が高いです。辛い現実ですが、相手はあなたと距離を置きたいのでしょう。こうなってしまったら下手に行動しない方がいいです。余計に関係を悪くしてしまう可能性もあります。何がいけないのかどうしても知りたい場合は、一度時間を置いて直接本人に会った時に聞いてみるのがいいです。続いて2番目です。既読スルーの対処法。対処法をご紹介する前に、まずはこちらをご覧ください。働く女性の総合サイトマイナビウーマンの調べによると、既読無視をしたことのある男性は約6割いたことが分かりました。さらに相手が好きな女性であってもその LINE を既読無視する男性の数は約4割でした。意外と多い数字で驚きましたか？ちなみに女性の場合はどうかというと、ファッション誌キャンキャンの公式サイトによると 48% でした。これは既読スルーをよくしてしまう人とたまにする人の合計の割合です。男性女性ともに既読スルーをする理由については、今日の動画内で紹介したものが同サイトでも挙げられていました。そんなわけで既読スルーについての対処法ですが、あまり気にしなくていいのだと思ってください。2人に1人が既読スルーをします。気にしすぎることはないんです。どっしり構えていきましょう。ただそうは言っても、相手からの返事が来なくて不安になる気持ちもよくわかります。いつまで待てばいいのと思うでしょう。そこでいろいろな意見を参考に次のような目安を作ってみました。まず半日から2日間返事が返ってこなかった場合です。この場合特に気にする必要はありません。相手に返事を返せない都合があるのだと思ってください。3日間から1週間の場合、もしかすると返信を忘れているかもしれません。追加でメッセージを送ってみましょう。スタンプを送って様子を見たり、シンプルな質問形式で送ってみたり、相手が返しやすいように話題を変えてみるのも手です。続いて1週間以上の場合、相手が面倒くさがり屋でなければ意図的にスルーされているか、恋愛なら脈なしと判断していいかもしれません。共通の友達や知人に相談してもいいと思います。以上です。特に恋愛においてはあなたと相手の相性が大事になります。相手があまりにも返事が遅い人だったり、自分からしかメッセージが始まらなかったり、既読すらつかないまま何日も過ぎることがあれば相性が良くないんです。この先のことを考えてもきっと不安になることが多いでしょう。それでは精神的に辛いと思います。なので今気になっている人は諦めて新しい恋を探す方がいいかもしれません。僕ならそうします。最後まとめです。既読スルーの心理は次の7つでした。1、返信を返す余裕がない。2、後で返そうと思い忘れていた。3、時間がある時にゆっくり返したい。4、返事に悩んでいる。5、めんどくさがりの性格。6、恋の駆け引き。7、返事を返したくない。既読スルーをされたからといって即あなたのことが嫌いというわけではありませんので安心してください。また対処法については、返事が来ない日数に応じてどうしたらいいのかの目安をご紹介しましたので、気になる方はまた確認してみてくださいね。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた、さようなら。